ということで今日は、ティームサーキット和歌山さんに来ています。めちゃめちゃ久々ですね、はい、前月例に1回来たんですけど、まあ、その時以来で、久々となっているんですけど、まあ、レイアウトはね以前のままですね、見た感じ、はい、以前のままなので、あとはね、前回はちょっと調整が全くできなかったので、次回の月齢に向けてちょっと調整してみようかなと思います。お面の感じは今んとこ食ってないんで、まあもうちょい後からですかね、走るの。はい、で天気は晴れなんですけど寒いです、かなり。はい、ということで一泊目ですね。タイヤ新品なんで、でもまずゆっくり行かないと。あ、そこでいいんじゃね。行きましょう、行きましょう、行きましょう。あ、見て、立ち位置そこなんだ。珍しい立ち位置。うわ、いきなり巻いてますけど、売ってないです。まあ、タイヤが違うんで、言うて。やばいですか。風アンダー。 IFS で学んだ風アンダーやろ。うわすごい。うわ踏めへんアクセル。食ってんねん。その時はあれなんですよ、あのアクセルはちょんちょんってするんじゃなくて、ずっとシュンシュンって走らすことによって、こういう食わない路面は速いんですよ。もう間なんだからいけんねん。そう、トラコンをつけ、雨の感じ、トラコンをつけてる感じ、ずっとちょっと空転してんねんけど前に出てるみたいな、そういう感じ、そういう感じ、こんな感じやろ。そう、それを雨の走りなんですよ。おぉ、いく食う、いく、お、食ってる俺の、この車めっちゃ、あかんわ、あかん、めっちゃけんだ。あかんのかい。タイヤ新品いいと思ったら伊勢、あかんでしたね。さっきよりはいい。あー、全然いい。うわ、きつ。なんやねん、食わへんの食え。いや、でも、あれやん、最初だけやん、グリップタイプ、新品は。2パック目どうでした。まあまあっすか、はい、さあ一斉、これいい状態ですよ、タイヤ。高間1パック目です。あ、ピンク色ですね。どうでしたか一泊目。走る。プロも黒から変わってるな。うん、え、新品タイヤだこれ。新品な。うん。そんな。
麺にシュガーをさらに巻いたらしいです。再生が今走っております。自分も後から走ってみます。お、食ってるやん。あまだ微妙かなって感じ。はい、たくま選手、何泊目？2泊目？2泊目。はい、頑張ってください。たくまのポンダーが多分906なんで15秒5っすね。15秒7です、たくまの今なら。これはいいね。ああ、あでもスピード乗ったし、乗れましたね。うい、食ってますね車。見ててわかる。すんごいライン。たくまなんてがまだモデやな。すごいライン。何をしてるんでしょうかこの人。じゃあね、あのな、外側のなストレート行ったら食わんかったタイヤ。はい、ということで一斉、アッパーデッキの止めるとこベアリング仕様にしました。あと2度にした。ああそう、あキャンバー、うん、あのどっちも前と一緒。ああキャンバー前後前だけ1やったやな。前だけ片方1、うん、片方2やったずれとるかな。タイムさっき何秒ですか。7ってことは、じゃあ7より上行けばいいんだな。お、うまい。お、マジで？一斉タイム更新しました。やばい、一斉ミス的には動揺が隠しきれません。え、3? 5秒3やで今の。うん。え、今の一斉5秒3やで。ミスしてます。一斉ミスが目立っております。ほら、やばい、14メダルいるよりこいつ。ちょっとね、ARS 仕様の方も行っていきたいなと思います。さあ行きます。ロング、ロングで、そう、はいはい、めっちゃいい動きしてる。ごめんごめん。5秒1です。クゼロまで来た。なんか待ち。たくまのさっきやった車やったら出る？14秒で。出るね。
たんじゃんこれ。うわやっぱりな来たよな。僕が今この青いやつ15秒067、たくまがこれか多分一番上の、14秒907がたくま、これが今 ARS の足らしいですね。次だこのクラスで見れるんじゃないか。青木すごいですよね。自分で触ってるんですからすごいと思います。今日どうでした和歌山。初走行。初走行面白かったですか。面白かった。でも苦手のコースだから。あ苦手系か、うん、そうか。やっぱ IFS みたいに大きいコースは得意だけど。じゃあ外国行ったら活躍できるな直樹。ヨーロッパ戦とかどこまで行けるかな。行けるかな。どこまで。ちっちゃいコースもマスターしたら完璧やなもう、うん。